こんにちは転売王堀秀夫ですえ今日はビジネスの天才はスピード強ということでね、えーまあ、ビジネスは馬鹿の方がうまいわけというのでね、えー、スピードアップが重要ですという、えー、動画を、ね、昨日撮ったんですけどまあねテ、えー、売王がやって言ってても正直説得力ないだろうと、ねえー、やっぱりこのスピード 感を持ってほしい。スピードが重要だっていうのを分かってほしいのは、まあ、正直、ええー、まあ、何か優秀な方とかね、頭のいい方、えー、経験の成功体験のある方なんで、まあ、でも、転売をやっててもね、ええー、いまいち真剣に聞きにくいというのは、えー、自分でも重々分かります。そこで、まあ、強力な援軍、ね、じゃあ、その世界の大金持ち、日本の大金持ち、 まあやっぱスピード重視だろうということでね、その、えー、ビジネス哲学とか、あるいはもっと名言なんかを集めたら、まあ、本当、なんてね、図、え、星、ー、なんだろうと、ねえー、やっぱりスピード重視だというのが分かりましたので、えー、それをシェアしたいと思います。でスピード、ね、それと失敗を恐れないことは表裏一体と、ね。だからね、失敗、やっぱりね、頭のいい人は、 こう工程を組んでしまうねで成功してる人は、えー、こんなことでね、えー、失敗したくないというのがあるんでねやっぱり失敗を、えー、嫌うあるいは恐れるっていうのが強いんですけどまあ見事にもう億万長者の方々ね、えー、失敗を恐れないねまあ、そもそもやめなきゃ失敗じゃないと単なるテストだと、ね、お金か気力か、えー それが尽きてしまってやめるから失敗で終わっちゃうわけであって、まあ、成功するまで続ければ単なるテストだというのがね、よく分かりました。で、まずは世界一の大金持ち、ジオピゾス、ねえー。我々が取り組んでる Amazon 輸出のアマゾンの創業者、オーナー。ね、資産総額1600億ドル、約18兆円、うん。もう18兆円ってね。 <laughs> どうやったら使い切るんだろうってぐらいね。えー、宇宙旅行、うん、宇宙旅行できますね。十分ね。まあまあ、それは置いといて、まあ、ジェフ・ペゾスのもっと失敗するなら早くと。それと、100倍になる投資で勝率が10%あるならすぐ投資する。10%ですよ。ね。十中八九失敗すると。10中8区どころじゃないですよね。えー 10中9回失敗するというのでもすぐ投資すると。ね、もうまさに失敗を恐れない、ねで。どうせ失敗するなら早く失敗する。早く失敗すれば、えー、手数がどんどん出せるということですね。そういった結果、世界一の大金持ちになっています。で、かつてのね、世界一の大金持ちの常連、ビル・ゲイツ。ね、まあ、Windows ユーザーならね、えー、発売を u s s のでバグが多いのはご存知の通りです。 えー、完成した商品を、ね、届けるとか、ね、やってたら、えー、Windows のペースでは発売されてないでしょうし、えー、どん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 、ね、こんなバグだらけのもん金取って運のかいというような形で、ねえー、ずっと売ってました。それと、ね、スピード橋でたびたび違反切符を切られてます。ね、もうやっぱ何しろスピードが大好きなんでしょうね。それと失敗を恐れないのが、恐れないっていうかね、まあ、ここまで生きてる。 成功ってのは厄介な教師だ。やり手を臆病者に,病者に変えてしまうからねとね。失敗を恐れないっていうより、むしろ成功が厄介者だというふうに見てると。そんなわけで、かつての世界一の資産家と。で、ね、スティーブ・ジョブス、ねえー、ビル・ゲッツ出てきたらスティーブ・ジョブスも外せない,せないだろうなというので調べてみましたら、えー、まあね、お亡くなりになってますので、資産額は、えー、奥さんの ね、ローレン・パウエル・ジョブスの、えー、資産額ですけど、まあ、2兆2000億円で。スティーブ・ジョブスの、ねえー、名言、3ヶ月なんて頭は持ってない、一晩で成果を上げてほしいと、ね。3ヶ月でやりますって言ったら、3ヶ月なんか、えー、そんなの待てない、そんなのを待つなんて考えはもうとうない、一、ね、晩で、明日までに成果を上げてほしいと。まあまあ、鬼ですね。 まあ、鬼ですけど、まあ、そこまで極端な、ねもうえー、スピード重視とでしかも失敗を覚悟で挑み続けるそれがアーティストだもうすでにビジネスマンじゃなくてアーティストなんですけど、まあ、ジョブスは、ね、ちょっと、ねえー、変わったポリシーの持ち主なんで、まあうん、ビジネスじゃなくてアーティストと表現してるんでしょうね安全にやろうと思うのは一番危険な落とし穴なんだと、ねまあ、私も、ねまあ、スピード重要なんですよっていうのを、ねえー、常々言ってて 足りなかったのはスピ,ードスピードがねやっぱりね取り掛かりが遅い人の特徴はやっぱ失敗を恐れてるというのがあってそれをね見落としてたその辺を言ってなかったなあんまり言ってなかったなとでもねこのスピード重視の、えー、裏付けを取ってたらもうみんな逆にその失敗しろとかね、えー、成功は厄介だとか言ってていやそのスピードというよりもむしろ失敗大歓迎とその姿勢こそが やっぱりあのビジネスの秘訣なんだなっていうのに気づきました。それと、海外だけだとね、いまいち遠い、それこそ遠い国のね、お金持ちの遠い話なんで、ちょっとね、身近な日本で見ますと、日本一のお金持ちは孫さん。資産総額227億ドル、2兆4062億円と、もうすごいですよね。10秒考えてわからないものは、それ以上考えても無駄だと。 ねまあ、この後もっとすごい人出てきますけど、まあ、10秒考えてわからないならそれ以上考えて無駄だとそれからソフトバンクの経営会議はすべてが直ちに決定され即実行となるすべ、ねえー、てが、ね、持ち越しなしとソフトバンクには検討中という言葉はない、まあ、これはねユーザーとして、ね、YahooBB のスタート申し込みもよくわからん工事日もずれまくりね、えー、やって つけたら、繋、えー、がらないとか遅すぎるとかね、えー、あらゆる面で最悪でした。そして、えー、昔も今もソフトバンクの通話品質はお粗末なもの、ね。おそらく、えー、どこも、えー、KDDI、ソフトバンク、3社比べてね、えー、ソフトバンクだとねな、今は知りませんか。昔はね、通話中に切れるというのがありまして、えー、不動産売ってた私としては、ソフトバンクは使えないというのを、えー、つくづく思いました。 これも、それも、スピード重視のおかげ。商品の品質が、スピード重視でね、低かろうが何しようが、現実問題、ソフトバンクオーナーの損産は日本一の資産家であると。完成された商品を出すよりも、出しちゃうと。売れると思ったら出しちゃうという方が、はるかに重要ってことですね。それから、ファーストリ,リテイリング、ね、柳井さん。 まあこれ、ねえー、いろいろ見てきた中でもうほぼほぼ、えー、世界の億万長者 IT 関係が多いんですけど、まあ、柳井さんはねアパレルという、えーまあ、ある意味ハンデ的なものを、えー、持っても、えー、日本一を争っているわけですけどそのポリシーはやっぱりすごい、ね、行動してみる前に考えても無駄ですと、えー、孫さんは10秒考えて えー、分からないものは、えー、無駄だと、考えても無駄だだと、それ以上無駄だと、柳井さんになると、今度は1秒も考えないと、行動してみる前に考えても無駄だと、もうそもそも考えることそのものが無駄であると、ね、まず行動しろとで、失敗していい、恐れるべきではないと、ね、なるほどなと、ね、このスピードと失敗、失敗ウェルカムはもう、えー、セットなんだなっていうね、えー、ことでしたね。 それから楽天、三木谷さん、ねえー。行動するために考えるのではなく、考えるために行動する方が大事と。ま、まあ、これはあの、柳井さんと同じことを言ってますよね。行動する前に考えても無駄ですと。えー、行動してから考える逆。逆に考えるために行動すると。ね、二人とも、えー、孫さんは10秒考える。ね、だけど、えー、柳井さんと三木谷さんは1秒も考えないと。 一、ね、秒も考えないというか、えー、行動せずに考えても無駄だという話をしてます。それから、ゾゾタウン、ね、前澤さん、ね。何しろ、もうね、社名がスタートトゥデイですからね。もう今日始めるってことは、その、えっ、ー、と、それをやるために調査にね、1週間かかりますとか言ってたら今日始まらないわけですからね、えー。今日できることをやっていくってことだったんでしょうね。で、すべての行動を1.25倍のスピードでやれば、 時短は簡単に成功しますというぐらいしかね、スピード重視の話が出てこなくて、まあ、えー、スピードの話だとね、えー、あんまりこれだというのが取れなかったんですけど、その、系哲学とかなんとかもね、ちょっと、えーまあ、どっちかっていったら、その、えー、タイプは違いますけど、えー、スティーブ・ジョブズのようにアーティスト系、ね、みたいな、えー、話で、ちょっと、 他の億万長者の人たちとは異色のことを言ってるんですけどただ心強いのが1995年に輸入 CD のカタログ通信販売を開始しましたそれが創業のきっかけだったのですとなんと輸入 CD のカタログ通信販売から始まってますで正直1995年当時にえー CD をカタログで売るっていうのはね 対、まあ、して多分、儲かんない、えー、儲けでかくできる可能性の非常に低い、えー、ビジネスだったと思うんですけど、まあ、なんとね、えー、マイザーさんより我々の方が、はるかに有利な条件に今、現時点でいます、1995年のマイザーさんより、えー、2018年の私たちの方がオーストラリアアマゾンで売るっていうのはね、はるかに可能性が、賞賛が高い。 事業をやってますんでまあ、ね、2830億円稼げるかどうかは分かりませんけどこれらのね日本と世界の大富豪の人たちビジネスポリシーねスピードスピードというか失敗を恐れないというのをね皆さんモットーにやってますんでまあいろいろ考えてね自分がこんなつまんないことで失敗したくないとかね売れない商品知れたくないって気持ちは分かるんですけど、まあ、それだと ね、非常に、えー、成功に遠のきます。ね、あの何しろ、えー、考えてる間にね考えなしにボコボコ商品出しちゃう人がどん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 ね、えー、美味しい商品のカードを取っていっちゃいますし一度取られちゃったカードをね後からひっくり返すっていうのは、えー、相手よりも、ね、すごくお金があってね安く大量に販売して、えー、利益を 落ととしても勝負できるとかそういうね、えー、なかなか存在しがたい、あるいはね、えー、そんなだったら苦労しませんねという条件がないと勝てなくなっちゃいますんで、えー、ビジネスの天才はみんなスピード強と、失敗を恐れないという特徴がありましたんでね、まあぜひ、天、えー、売王が言ってるだけじゃなくて、えー、天才たちが皆さんおっしゃってますんで、えー、参考にして、アマゾン室に取り組むときだけはスピード重視でね、じゃあ、えー、商品探しを。 転売用の言う通り、ちょっとやってみようかという形でやってもらえると、よりスムーズに、ね、商品見つかって稼げますんで、そんな形で取り組んでいただければと思います。またね、ちょっとね、この辺が違うんじゃないかとか、よくわかったねとかね、何かコメントいただけるとありがたいです。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。